クレームフレーシュとピンクペッパーを浮かべた冷たいアスパラガスのスープクレームフレーシュは乳脂肪分約 28%pH 約4.5のサワークリームの一種である。微生物による発酵の影響で酸性となっているが、いわゆるサワークリームよりも酸味や粘度は低く、脂肪分は多い。ヨーロッパの表示規制ではクリームと微生物以外のものが入っているものは 認められない。もともとフランスが由来であるが、今日では多くの国で入手できる。フランス、ルーマニア、ベルギー、オランダ、リトアニア、スカンジナビアでは伝統的に用いられる。1990年代から入手可能な地域が広がり、サワークリームがあまり使われていなかったイギリスでも人気となった。フランス語圏ではという言葉は濃く発行した。 クリームクレムフレッシュエップス、または、ファーメンティと液体状のクリームの両方を意味する。ただし通常、注釈なしに用いた場合には、液体状のクリームクレムフレッシュリクワイド、またはフルーレットを表し、濃いクリームのことは、クレムエップスと呼ぶ。しかしその他の国では、注釈なしにクレムフレッシュと呼ぶと、場合に濃く発酵したクリームを刺す場合もある。クレームフレッシュは、 サワークリームとほぼ同様の製法で作られる。高い粘度を保つためには、いずれの家庭にも注意を要する。家庭では、脂肪分の多いクリームにさらに微生物で、製法や微生物の種類によって、出来上がりの状態は異なる。クレームフレーシュは、おそらく、ノルマンディ地方で生まれたものである。特に、カルバドス県のイズイニシュルメールで作られたものは高く、 強化されており、1986年から唯一の奥を取得している。現在では、ブルターニ半島、ポワトゥシャラント地域圏、ロレーヌ地域圏、シャンパーニアルデンヌ地域圏等のフランスの多くの町で作られている。ウェールズ北部では、クレームフレーシュはクリームとヨーグルトのカバン語であるクローグルトとして知られている。クレームフレーシュは加熱してもカードにならないため、 フランス料理で温かい料理の仕上げのソースとして使われることが多い。クラバーはアメリカ合衆国南部で生の牛乳から作った類似の食品である。クレマメキシカーナは微生物で発酵させたサワークリームでクレームフレッシュの手に入らない地域のスーパーマーケット等で購入することができる。乳脂肪分が15%以下の低脂肪クレームフレッシュと呼ばれる製品も 市販されている。人工的に濃度がつけられており、加熱した時の安定性は少ない。ありがとうございます。